タンクの海からこんにちは。 DIY VTuber のしののめはつりです。今回はね、15回目にしてついに命をね、作っていこうと思います。小学校の自由研究でうずらの有精卵を温めて孵化させるっていうのあるじゃないですか。はつりはお家で働いてるんでね、生まれても面倒見られるし、毎日卵を産んでくれたら嬉しいなって思って、今回はうずらの卵を温めて孵化させてみようと思います。うずらの卵を温めるには温度を37度以上に保って、できれば1時間に1回卵を90度ぐらいひっくり返すのが理想みたいです。なんでひっくり返すのかというと、ひっくり返さないと中で発生したひよこが壁にくっついちゃったりするみたいです。そんなことまでやってるなんて、やっぱり生き物のお母さんって偉大だなって思いませんか？今回はヤフオクでうずらの有精卵を購入しました。生体の販売は禁止のメルカリでも買うことができます。卵はまだ生命が発生してないので売れるみたいです。面白いですね。ハツリは偉大なママにはなれる気がしないので、インキュベーターを使って卵を孵化させることにします。Amazon を見ていると、インキュベーターって6000円から7000円くらいで買えるみたいです。でも温度を一定に保って、決まった時間に展覧ができればいいんですよね。インキュベーターを買わなくても、それができる機械が家にありました。じゃーん。3D プリンターです。3D プリンターは、実は下のヒートベッドの温度とか、プリントヘッドの動きを自由にプログラミングすることができます。普段は 3D モデルをスライサーソフトで何層もの二次元図形に変換して素材を出してると思うんですけど、この二次元図形は一層一層が 3D プリンターのプログラムになってるんですよね。結構前にハツリは 3D プリンターのプリントヘッドを動かすと展覧ができる箱と、3D プリンターで展覧をするためのプログラムを書いてみたことがあるので、今回はこれを使って 3D プリンターでうずらを出力してみようと思います。って言ってもね、最初にヘッドが降りてくるのに合わせて箱をセットして、あとは待ってるだけなんですけどね。湿度が高い方がいいみたいなので、卵の近くを高湿度にできるように工夫するか、部屋の湿度を高く保てるように頑張ってください。自分もやってみたいよって方は、概要欄に箱の 3D モデルと 3D プリンターのプログラムがあるので、同じ 3D プリンターだったらちゃんと動くと思います。プログラムが読める人は自分のプリンター用に書き換えるのもそんなに難しくないと思います。ぜひ試してみてくださいね。うずらは種類にもよりますけど、温め始めてから16日から21日くらいすると生まれてきます。あ、見てください。動いてる。おー、元気そうですね。最初はちょっとグロいですけど、羽が乾いたらひよこっぽくなります。せっかく生まれてきましたけど、どんなに頑張って手を尽くしても死んでしまうことも多いんでね、強く生まれているかもまだわからないので、卵から返して無事に大人になれるかわかるのはまだまだこれからですね。元気に生き延びて卵を産んでくれることを祈りましょう。うん、かわいいね。今回いかがだったでしょうか？面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、コメントをもらえると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。